那覇軍港の浦添市への移設をめぐり、国と県、那覇市、浦添市の4社で作る移設協議会が、きょう午後、およそ10か月ぶりにオンラインで開催されました協議会では、アメリカ側と調整した軍港の計上案が防衛省から提示されましたこの案によると、民間の港の北側をおよそ49ヘクタール埋め立て、T 字型の大替施設を配置するとしています。 県はこれまで、環境保全の観点から移設面積を可能な限り縮小することを求めており、中身についてしっかりと検証したいとしています。また、次回の移設協議会については、防衛省側から4月下旬という提案があったということですが、県は浦添市や那覇市との協議も必要であることから、開催時期を確約することは難しいと伝えたということです。 では改めて、今回防衛省から県などに示された那覇軍港の新たな移設案について見ていきます。こちらです。民間の港として埋め立てを予定している緑で示された区域、この北側に赤く示されたアルファベット T 字型の軍港が配置される計画です。ここの面積は49ヘクタール、民間の港と合わせますと158ヘクタールの面積を埋め立てる計画となります。 県はこれまでの協議で埋め立て面積をできるだけ小さくするよう求めていましたが、今回は聞き入れられませんでした。ただし、陸地との接続部分から岸壁までの一部を埋め立てないアクセス道とすることで、施設を民間地から離す計画です。この場所の一部の水深は25メートルから30メートルと深くなっていまして、防波堤の建設には多額の費用がかかるとみられ、協議会の関係者は、 図面にするのは簡単だがハードルは高いと話します一方で移設元である那覇軍港で先月オスプレイなどを用いた前例のないアメリカ軍の訓練が実施されたことについて県は断じて容認できない向上的になれば機能強化につながると県に懸念を伝えましたこれに対し国は代替施設でも訓練は想定されるとしています 移設先の軍港で訓練が行われるとすれば、これまでの議論の前提が変わるとの懸念を示しつつも、県は移設計画への影響について今回は言及を避けています。では、これから移設の議論は加速するのでしょうか、今後について見ていきます。 国は来月下旬にも再び移設協議会を開いて、形状についての合意を得たい考えを示しました。しかし、一方、県は示された図案をもとにした計画で環境保全策が十分取れるのかなど慎重に確認する必要があるとして、4月下旬の合意ありきではないと国を牽制しています。